カラス山藩。カラス山藩は、下谷国那須郡カラス山。現在の栃木県那須カラス山市城山に存在した藩。藩長は、カラス山城に置かれた。また、大久保家が藩主となった、京方年間以降は、相模国の鎌倉郡、高座、大隅郡、愛工郡の一部も支配し、愛工郡厚木町、原神長川県厚木市に、厚木役所、厚木陣屋を置き、 相模国内支配の拠点とした。戦国時代、唐津山は、那須市の一門である、那須助春が治めていた。天正18年、1590年、助春は、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣せず、海役となる。この助影は、那須藩を立藩する。天正19年、1591年、成田市長が二万国で、唐津山に入部する。 これが、カラス山藩の立藩である。市長は、国宝上氏の家臣で、小田原征伐では、小田原城にこもっていたが、法上氏滅亡後に、秀吉から召し出された。市長の死後、家徳は、弟の成田康地が継いだ。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いで、長忠は東軍に組みし、在国して、上杉影勝に備えた先行を表されて、1万7 0国を、 加造された。大阪の陣でも徳川方として参戦し、武功を挙げたが、元那2年、1616 16年12月18日、長田が死去した後に、家督争いが起こり、2万7千国の原法処分となる。家督は、安地下の次男、成田康行が継いだ。安行は、元那8年、1622年11月8日に、 死去し、再び家徳をめぐっての騒動が起こり、過激となる。元那九年、1623年3月15日、日立国小割藩から松下茂綱が2万800国で、入る。官営四年、1627年3月14日に、道の区国日本松藩に違法となる。代わってケア国も家藩から堀新領が2万5000国で、入る。親量は、官営十四年、 1637年5月13日に死去し、後を堀近政が継いだ。小山さは、寮内で検知を行い、カラス山城の改修を行うなどして、反省の基盤を固めた。漢文12年、1672年ウルー6月1日、小山さは、品の国井田藩に違法となり、代わって、京都諸子大や老住職を歴任した、板倉重則が入った。 重則は、家臣の地方治療制度を廃止して、村受け制を制定した。漢文十三年、1673年5月29日に、重則が死去した後、その後を継いだ、板倉重所もカラス山城の拡張工事、城下町の区画整備、集門改めなどを行い、反省の基礎を固めた。遠方九年、1681年2月25日、 武蔵国岩月藩に違法となる。代わって下国那須藩から、那須氏渡るが二万国で入る。那須氏の給料復帰であった。上京四年、1687年6月25日、市渡るが死去し、その後を継いだ養子の那須助活の時にまたも、家徳争いが起こり、同年10月14日に、那須氏は改役となった。代わって、河内国、摂津国、 山城国などに所領領していた長井直弘が三万国で入った。元六十五年、千七百二年九月一日、阿公藩の浅野氏が取り潰された後を受けて、直弘は阿公藩に違法となる。代わっては角しおりであり、和佐国大滝藩主であった稲垣重富が二万五千国で入る。法永七年、千七百十年四月十七日、重富は死去し、後を、 稲垣明剣が継いだ。教法十年、1725年10月18日、明剣は、島国藩へ違法となる。若年寄りで、大見国内に1万5千国を領していた、大久保徳春が2万国で入り、ようやく藩主家として定着した。後に徳春は老中に栄心したため、薬料として1万国を数をされた。徳は、領民と家臣に対して、 法律を制定することで反省を固めた。しかし、第三代藩主、大久保忠司教の治世末期から、農村交配化や財政難が深刻化し、第四代藩主、大久保中期は倹約令、荒れ地改めなどによる反省改革を行ったが、効果はなかった。第五代藩主、大久保忠明も、農村支配の強化、結婚奨励政策などによる、現法と言われる、 反省改革に着手したが、やはり効果はなかった。第六代藩主、大久保忠康は、菅谷八郎衛門を過労に登用し、さらに、二宮尊徳から法徳司法などを学ぶことで、反省改革を目指した。天保十年、1839年12月17日復興事業を先導していた、菅谷八郎衛門、辞職願い提出、復興事業は中断する。 菅谷は同25日に隠居を命ぜられる。翌天保11年、1840年12月11日、菅谷は復興事業反対派に押される形で失脚し、両外追放となる。その後、規範を許され、復興事業再開のため、200国で過労職に復帰する。高化2年、1845年3月、菅谷は隠居。 復興事業には3年間復帰していたが、結局挫折した、開園5年、1852年1月9日死去。幕末期は、藩の領内が荒廃して確立していなかったことなどもあり、あまり目立ったことはなかった。明治2年、1869年に藩籍奉還が行われ、明治4年、1871年7月に廃藩地検で、 カラス山藩は廃藩なる。その後カラス山県となり、同年11月に、宇都宮県に、また、相模国内の管轄区域は、神奈川県、足柄県に編入された。二万国三万七千国とざま、二万国とざま、二万国とざま、1627年から1672年。五万国不大、二万国とざま、三万国不大、二万五、ま、千国不大。 二万国三万国不大。テレビ時代劇新蛇姫様の舞台となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。